汐止駅で販売されている大鉄廃骨弁当大鉄廃骨弁当の中身大鉄弁当とは台湾鉄路管理局が駅及び列車内で販売している駅弁で現在は台湾鉄路管理局さん旅含む総書が経営を受け負っているまた台湾高速鉄道の駅でも販売されている中華民国交通部の統計によると 大鉄弁当の1年間の売り上げは33億900万台湾ドルで販売した弁当の数は1000万個に達している。台中駅で販売されている大鉄廃骨弁当台湾における駅弁は日本統治時代からあり鉄道上車時における食堂車以外の教職サービスとして開始された。第二次世界大戦後台湾を統治した国民政府は 台湾鉄路管理局を設立し、1949年から松山駅、台北駅、台中駅、高尾駅、カレン駅など5つの駅構内食堂の従業員による弁当の車内販売を開始した。大鉄対合特会である成功号、名電号、平等号、虚構号、自強号などの列車には食堂車が連結されていたが、同時に弁当、土産品、 飲料の車内販売が行われた。しかし、利益率が低いため、食堂車は後に廃止された。第二次大戦後、駅弁販売業者に関する規制がなかったため、駅弁販売の個人事業者が徐々に増えていった。しかし、1960年に大鉄は、省営部を成立し、駅弁販売業者を統合した。この後駅弁は、大鉄にとって、 鉄道輸送事業に次ぐ主要商品となっていった。2000年6月9日、大鉄は32年ぶりに、コ骨な飯弁当を6月9日の鉄路説に合わせて販売した。当初は限定1000個で売り出す予定であったが、販売開始の前日から行列ができ、わずか20分で完売した。そのため大鉄は追加販売を決定し、最終的に9万個以上の駅弁が追加で、 売り出された。2003年1月、大鉄弁当は、東京の京王百貨店でも用された、元祖有名駅弁と、全国うまいもの大会で販売され、15分で700個を売り上げた。その後、大鉄弁当は2004年と2016年にも、同大会で販売された。2013年3月9日、JR 北海道で運行されている、 SL 冬の出現号と大鉄で運行されている c k k 1 2 4 s l 列車の姉妹列車締結1周年を記念して、釧路駅の駅弁調整業者釧路、商館とのコラボ商品である大鉄、北海道特色弁当が台北駅で発売された。大鉄、北海道特色弁当は現在でも月曜日から木曜日の昼間に限り数量限定で販売している。 2015年2月26日、台湾鉄道と京浜急行電鉄の有効鉄道協定締結1周年を記念して、大鉄弁当の販売が行われることが決定した。そのため、同年5月24日に行われた京急ファミリー鉄道フェスタ2015で、大鉄弁当の販売が行われたが、午前中で染色が完売したため後日品川駅で販売を行った。 2015年7月、大鉄は国際駅弁祭りを初めて開催し、台湾、日本、インド、イギリスなど6カ国11社の駅弁が販売された。大鉄弁当は台北、台中、高尾、7との4つの工場が参加した。この祭りに先立って、大鉄弁当は新たにトースト弁当を開発した。これは大鉄弁当に使用されている食材に、 フレンチトーストを組み合わせた弁当である。また、大鉄弁当そのものではないが、台湾鉄道と東武鉄道の有効鉄道協定締結を記念して、東武スカイツリーライン、浅草駅、北千住駅の駅売店、スペーシアの車内販売において、台湾の駅弁をモデルにした台湾配骨弁当を発売している。イベント向けでなく、通常メニューとして発売されるのは初めてである。 台湾の駅弁は日本の駅弁と異なり必ず温かい状態で販売される。大鉄が販売している駅弁で最も有名なのは肺骨弁当であるが南北で付け合わせのおかずが異なる。大鉄弁当の基本的な構成は大きな肺骨とロタン1個、豆腐皮1個及びご飯、そしてたくあん付けや高菜などの付け合わせからなる。車内販売の様子大鉄弁当は 現在でも列車乗務員による車内販売が行われており、標準中国語あるいは台湾語によって販売されている。大鉄弁当の容器がステンレス製であった時期、乗客が弁当を食べ終わった後、容器は乗務員が回収し、洗浄後再利用していた。しかしほとんどの乗客が容器を持ち帰ってしまうため、その回収率は高くなかった。 さらにステンレス製の容器はコストがかかったため、弁当の容器は木製に改められ、現在はさらに紙製の容器のものも販売されている。しかし近年のレトロブームの高まりを受け、大鉄はステンレス製円形弁当容器の液弁をたびたび復刻販売している。なお、台湾には大鉄自身が販売している大鉄弁当の他に、分岐小弁当、福高弁当、 池上弁当などがある。ありがとうございます。